はい、どうも、とあるです。はい、早速なんですけれども、こちらの問題考えてください。こちらですね、去年の問題ですね。去年の問いの15番なんですけれども、こちらの問題考えてみてください。一旦ですね、こちらでこう画面を止めてですね、一度考えとる答えかなということをですね、一度検討して上で、この続きは見るようにしてください。ということで、一旦、検討タイムということで、問題回答をお願いします。ってことで、これでですね、問題が解けたということで進めていきますけれども、今回はこちらの正解が選択肢2番でございますが、いかがだったでしょうか、できたでしょうか、そしてですね、できた方の中でもですね、その選択肢に関してしっかりと深く理解をしておいてください。てのもですね、この選択肢2番に関して、毎年ですね、質問めちゃくちゃ来るんです。本当に個別指導でこう担当したその生徒さんからですね、もう全員から来るっていうぐらいです。例年来ていたので、なのでもう今年からはですね、もうそこに関してはですね、もうこう動画で出しとこうということで、現在この動画を作成しておりますので、おそらく全受験生がつまずきます。でもそのつまずくたせで悪いことではなくて、そこはもうみんなが苦手なので、でもそこの箇所って結構合否分けてくる知識ですので、そこを頑張ってやっていきましょうってことで、そこに関してですね、レジュメ一応つけておきましてですね、それを元に説明していきますので、頑張ってやっていこうということでございます。そしてですね、まず行政不服審査法に関する、まあ、基本事項とかが分かっていた方が絶対にいいんですけれども、それが分かっていなくても伝わるようにですね、話してはいきますので、頑張ってやっていきましょうということです。でまず見ていきますとですね、行政不服審査法の64条3項なんですね。でこの条文かなり大事で、行政不服審査法って全部真正面からやっちゃうと結構しんどいんですよね。だからこそ試験出てくるところだけを頑張ってやっていた方が絶対にいいんですね。っていうのも1個の中に64条3項入ってきます。で、これ何かと言いますと、再審査請求にかかる原裁決が、違法または不当である場合において、当該審査請求にかかる処分が違法または不当のいずれでもないときは、再審査庁は裁決で、当該再査請求を棄却するというふうな条文なんですよね。で、これがどういうふうな状況かイメージできませんという方がですね、毎年結構いらっしゃるので、そこの説明をしていこうと思ってやっております。で、まず基本的なところから見ていくんですけども、行政不服審査法っていうのは原則として審査請求ですってことですよね。これが行政不服審査法の平成26年改正でですね、もともとは異議申し立てっていう制度があったんです。異議申し立てって制度があったんですけども、異議申し立てか審査請求かどっちか選んでいきましょうっていう、そういう運用がされていました。でも異議申し立てってすごい大きな問題点があってですね、何かと言いますと、この不満をですね、行政庁に対して言うっていう風なデメリットがあったんですよ。要するに不服審査法っていうのはですね、行政がやった処分であったりとか、申請したのに行政が何も言ってくれないっていう不作為とか、そういうところに対して起こったってことですね、不満言っていくんですけれども、この時に不服申し立てっていうことをですね、行政庁に対してやったところで意味がないと思うんですよ。異議申し立てっていう風に、この処分おかしい、その不作為おかしいっていう風に言ったところで、この人は自分が正しいと思って処分してるわけですし、もう自分が正しいと思って不作為やってますので、だからそこに対して再度調べ直せみたいなことを言うのか、あるいは審査請求ということでですね、まあ基本的にはこの審査庁ってことが多いですけれども、まあその審査庁に対してやっていくのかという時に、前者を取るメリットってあんまないわけですよね。という観点から、もうその異議申し立てっていう制度はもうやめてしまって、審査請求一本化でいきませんかと、まあそうなったんですよ。なので平成26年改正なので、もう今の現段階では審査請求です。行政不服審査法でですね、不満に関して行政言っていきますよっていうことをするときですね、これ原則も審査請求でいきましょうってなったんですね。でも例外的に他も一応2個ありましてと、まあそれが何かっていうと、再調査の請求とか再審査請求、まあそういうふうなこともできるんですよ。でもこれは行政不服審査法っていう法律に規定がまあないので、したがって個別法ですね、他の法律、例えば生活保護法だとか
なんかそういうふうな別の法律でですね、再調査の請求、こういう時はできますよとか、そういうふうなルールが書かれている場合、その時にできるですね、この2個に関して。まあ、というような一応全体的な、まあ、見方としては、もうこれ3つありますよっていう状況ですね。ではではどうしていくのかっていうと、まずその説明チェックをしてください。この条文を理解をするためには、この説明が一番わかりやすいので、これでいきますけれども、まずですね、A さんは誰元で生活保護の受給申請するんですね。その生活保護っていうのはですね、そのいろんな要件がありまして、稼働することができるかっていうふうな、こう簡単に言うとこの働くことできますかみたいな、その精神的にどうかなとかってことですね、精神面で結構病んでしまっていて働くっていう意欲がないみたいな、っていうふうな人もですね、まあいるわけですので、まあそういう方は働けないわけです。そして基本的には働くことによって労働の対価ということでお金が入ってくるわけですので、したがって働けないんだったらお金が入ってこない。だからこそその生活とかすることができないっていうことがありますよね。なんでそこに対してこう保護をしていきましょうということで、まあ最近ではその昔とかと比べて生活保護に対する認識もしっかり変わってきていて、要するに働かないでお金を持ってるなんてダメなんだっていう風な風潮の方が、10年ぐらい前とか出始めの頃というか、その芸能人の方が生活保護で結構叩かれていたっていう、なんかそういう風なその不正受給とか、っていう印象がすごい根強くて、生活保護イコールその働いていなくて勝手にお金だけもらっていて不正受給とかしてんじゃないかなみたいな、なんかそういう風潮があったわけですけれども、今現段階では割と理解が進んできていて、お金って結局配った方がいいよねっていう風な理解がちゃんとこうなってきたと言いますか、なんかそういうこともありますので、っていうのが一応生活保護なんですけれども、ただ依然として要件はそんなに軽いものではないので結構厳しめですよと。そして A さんも、まあ、なんとなく自分生活保護厳しいんだろうなと、でもダメ元でとりあえず申請してみようってことで、生活保護の受給申請をですね、こうやってするんですね。で、それをしたんですけども、案の定ですね、申請が拒否されたんですよ。あなたはその労働することもできますよねとか、年収とかも収入ありますよねとか、そういうことを捉えてダメですよってなったんですよね。なんで拒否っていうことで拒否処分するわけですよ。申請に対して不許可ってことで拒否処分するんですね。そうなった時に、このまあ、受給要件ですよね。要件満たしていないからダメですよってことで弾いたんですけども、もちろんこの結論って仕方がないんですよ。だって A さんは元気だからってことで、元気だから頑張って働きましょうってことなんですよ。もちろんいろんなその働くことに対してもうそのうつ病とか、そういうふうな感じで嫌だっていうふうな場合のこととかも想定してるわけですので、でもこの A さんはすごい元気で働けると。ってことだったので、じゃあそれはその要件厳しいなっていう話ですね。この不許可とされたわけですよ。で、これはまあ仕方がないんですけど、またまた A さんちょっと諦めが悪くて、ダメ元で次ですね、審査請求するわけなんですよ。で、このケースに関しては、知事ですね、知事が審査長となります。で、この、まあ、位置づけというか、まあ、行政庁でのですね、行政庁に対して、こう、申請とかしていくわけですね。そして、この行政庁が何か処分すると、処分庁っていうふうに言われますし、何も処分してくれなかったら、不作為庁だ。ということで、行政事件訴訟法だったら、おそらくは申請型の義務付け訴訟とかでね、なんかやったことを思うんですけれども、このまあ行政側としては処分庁とか不作為庁って言いますよと。まずこの名前は覚えておきましょうねと。この行政庁が何するかによって処分庁とか不作為庁っていうふうに名前が変わってくるわけなんですよね。で、この時に審査庁って何って結構なるんですけど、それって2パターンぐらい、まあ、パターンは結構いっぱい あるんですけども、まあ、簡単に言うとこの行政庁、まあ2パターンありますけどね、まあ、この行政庁の、まあ、先輩ですね。行政庁の、まあ、上級行政庁って言いますけど、ちょっと難しい言葉で。この行政庁の、まあ、まだ上の存在みたいな。なんかそういう風な人がいるかいないかでまず分かれるんですよ。この行政庁の上の存在、上級行政庁がいるかいないかで分かれてきて、もしいるんだったら、その先輩に対してお宅の部下がちょっと変ですよと、まあ、そういうことで先輩に言ってくるので、この先輩が審査長になるんですけども、でも上級行政庁がいないっていうケースもあって、その時はもうこの行政庁に対して行かざるを得ないので、だからこの行政庁が審査長も兼ねてくるみたいな、なんかよく分かんないことになっちゃうんですよねと。ということで、まずもう原則ではないんですけども、まあ多いというかその基本的には、上級行政庁が審査庁であるというふうなこの位置づけですね。そこはしっかりと覚えておいてくださいってことで話に戻していきますけれども、今回この審査庁は知事なんですね。で、こういうふうに
審査庁が具体的にどこですかみたいなところって、まあ、結構難しいんですけれども、まあ、一個一個ですね、こう、お話ししていきますので、ちょっとずつ覚えていきましょう。とりあえず知事がですね、今回審査庁に該当してくるんですね。で、これ余談なんですけど、こういうふうなケースって、じゃあその A さん側からすると、審査庁がいちいち誰かってことを調べないといけないとなっちゃうと、結構大変ですよね。まあ、めんどくさいじゃないですか。だからどうなってくるかっていうと、これってもう処分とかするときに、教示っていう制度がありまして、これ行政法の82条とか83条だと思うんですけど、条文違ったらすいません。多分そこら辺に教示っていう制度があって、要するに教えてくれるんですよ。不服申し立てこれできますよと、なんか文句があるんだったら不服申し立てできますよと。で、その時に、この行政庁、ここに対して、この期間までに申し立てしてくださいねってことを教えてくれるので、だからこそ、まあ、行政側がしっかり教えるわけですから、まあ、しっかり話を聞いておけば間違わないんですよね。でもまあ、そのいろんなことありますけどね、83条とかもすごい大事ですから、必ず読み込んでほしいんですけれども。なんでまあ今回は審査庁が知事であるというケースですね。で、この時、知事に対して審査請求をするんですけど、この請求に理由がないということで、棄却裁決がされるわけですよ。まあそれはそうですよね。だって要件満たしていないのに、ダメ元で、もうほぼほぼなんか無理やってこと分かっていながらやってるので、なんで審査庁からしても、審査庁に対してこう審査請求すると、審査庁が所属している職員さんの名簿作成する努力義務があるので、その名簿の中からですね、審理員っていう人を選んで、で、それでまあいろいろ考えていって、で、審理員さんが審理意見書ってものをバーン出しましてですね。そして、行政不服審査会ってあるんですけど、行政不服審査会っていうのは、確かその総務省にですね、ありまして、それで委員が確か9名くらいですかね、まあいてですね、それで、まあ第三者機関ですよ、簡単に言うと。要するに、行政側に対して審査請求できるメリットって早いんですよ。裁判とかになっちゃうと、1年間、2年間っていう風にすごい長いから、そんな待ってられんと。だからもっと早くしてほしいってことで、それで行審法が完成したんですよね。裁判よりかもっと早くしてってことで。なんで、口頭メインとかではなくて、書面でサクッとしましょうみたいなことやったんですけど、その書面サクッとしましょうってことがなった結果として、でもこっちって行政なんですよね。全部行政、行政なんですよ。ってなってくると、やっぱり自分のそのまあ同じ組織というか、の部下がですね、なんかやらかしたってなってくると、ちょっと肩持ちたくなりますよねっていうことなんですよ。肩持っちゃうんですよね。なんでちょっと忖度的なことが起こっちゃうっていう可能性があるので、そういうことが起きないように裁判所みたいな第三者の機関からしっかりとこう信用というか、そこを担保してくれないと A さんからすると困ったもんですよ、なんですよ。なんでできているかのある制度が行政不服審査会ってものがあるんですよ。これ一応県国レベルで一応行政不服審査会っていうふうなものがありましてですね、そこがですね最終的にこう諮問してもらって答申してっていうふうに今そのこれで行こうみたいななんかそういうふうな感じで見てくれるんですけど、まあそんなことが何やかんやありまして結局最終的に審査庁がですね採決出しますね、審査請求して審査庁がまあ審理員とかありますけどそんなことやっていって最後に採決出すんですけどこの採決の段階もまあ3パターンありまして却下と棄却と任用ですけどこの時にですねまあ棄却採決だということですね出たんですよつまりこれ要件満たしていないから弾いて当然なわけですよねなんでこの処分間違っていないと A さんが間違っているんですよってことで棄却採決出したんですけどここで問題があって何かっていうとこの採決書に印鑑忘れたんですよ審査庁に対して、知事ですね、知事に対してですね、こう、審査請求するんですけども、その時に、採決、これ最後出るんですけど、この採決書って、しっかりと、印鑑をですね、まあ、押すというか、最近そこのあれありますけれども、それで、押印がいるんですよね。で、押印が、いるんですけど、その押印がなかったんですよ。ね、そうなると、この採決には押印がないというふうな歌詞があるわけですから。だから A さんからすると、しめしめやということでですね。あ、採決押印忘れたということで、そこに対して訴えていくぞとなるわけですよね。ってことで、取り消し訴訟するんですけど、取り消し訴訟って処分と採決こう選べますよね。で、その時に採決に対して取り消し訴訟を提起していこうとするわけなんですけど、っていうふうな時にこれ、出てくるわけですけどね、という話で。で、何話すかと言いますと、まずじゃあ2個話していきますけども、こういう風な状況がありましたという時にもう一個だけ知識を覚えててほしくですね原処分主義と採決主義って話が一応あるんですねで、それがどういう話かということを今のこの例を使って説明していこうと思うんですけど要するに今の話ってのはちょっと話ガラッと一回変わりますけど一回ちょっと頭の中ガッと変えてください今のこの動画だけで本当にいろんなことを、巻き込んで全てやっていこうと思ってますのでちょっと一回頭をパッとリセットしてください生活保護受給申請をしたんですねで、生活保護受給申請をしてそれで処分を下ってきたんですけれどもでも A さんからすると
要件をしっかり満たしていると。だからこれは違法なんだって、そういうふうに考えたとしましょう。申請ですね、生活保護受給申請をしたんだけれども、この処分に対して A さんからすると違法だって考えてる。で、違法って考えているから、さらに審査請求バーンとかして、それ採決にドーンしたんですけど、この採決に対して印鑑がないみたいな、押印忘れてるみたいな、そういうふうな違法性があるとしましょう。この時に採決取り消し訴訟を提起するんですね。採決に対して取り消しの訴えを提起するんですけど、この時に何を違法として主張しますかっていう話があるんですよ。この採決に対して取り消し訴訟を提起していきますっていう時に、この採決の取り消し訴訟、取り消し訴訟ですから、訴訟要件ってことはまず6点あるわけですよね。処分性、原罪額、訴えの利益、出訴期間、管轄、被告ですね。この6点があるんですけど、その6点じゃクリアしていたとして、じゃあ実際に裁判所が裁判見てくれますよってなった時にですね、その時に、何を主張するかと、違法性として。これ2個出てきますよね。まず1個目がこの処分ですよね。この処分に対して、要件満たしているはずなのに、要件満たしていないとかしたっていう、この現処分ですね。現処分に対する違法性が1点目あるわけですよ。で、もう1点として、この採決に印鑑押印忘れてるっていう、この2個の違法性がありますよねと。では、じゃあ、採決取り消し訴訟においては、どの違法性を主張して OK なんですか、というと、これも原則として原処分主義ってものが採用されていますので、何かと言いますと、採決の取り消し訴訟においては採決固有の瑕疵しか主張することができないんですよ。要するに採決固有の瑕疵、採決固有の瑕疵。ただ今回で言うと、この処分に関する違法性をこっちの採決に関する取り消し訴訟の中でこれ触れちゃダメなんですよ。ではなくて、こっちの印鑑応募に忘れてるっていう、この手続き面の瑕疵違法性、ここに関してだけ主張しましょうみたいな、なんかそういう風な一応ルールがありますので、まあそういうところら辺はイメージとして含めて原処分主義って覚えておくぐらいでこの試験いけますので、なんかそういうイメージとして原処分主義は持っておきましょう。でもそうではないですよっていう、なんかそうではなくて例外的に採決主義っていうことが取られているっていうケースもありまして、要するにこれここに対してですね、この処分です。この処分に対して不満があるんでしょと。この処分に対して不満があるからこそ審査請求するわけですよ。だって別に不満がなかったら審査請求しませんからね。この処分に対して不満があるということで審査請求する。で、その結果として採決が出てくる。そう考えていくと。で、その採決に対しても不満があると考えていくとですね。採決に不満があるっていうことは、処分に関しても絶対不満があるんですよ。ってなりますよね。ね。この処分に不満があるからこそ審査請求飛ばしてこうなるってことは、ここ採決取り消し訴訟だってことで、ここ棄却おかしいみたいに不満があるってことは、おのずとここにも不満があるんですよ。そうなってくると、わざわざ2回訴訟するのってめんどくさくないってなりますよね。なんでそれだったら採決取り消し訴訟の方をですね、まず訴える、その中でもう全部言えて OK みたいな、なんかそういう風にやった方が良くないですかっていう、っていう風な流れになってきて、例外的に採決主義ってものが採用されているっていう風なことなんですけど、でもじゃあそういうことの時に、じゃあ採決取り消し訴訟が例外なんですけど、それってじゃあいつできるのってなると、それは個別法ですね。個別に確かその電波法とか著作権法みたいな、なんかそういう法律とかで、別途採決主義としてこっちでも行こうぜみたいな、そういう風な定めがあるんだったらやってもいいっていう風に、なんかそうなってますので、原処分主義と採決主義に関してはそういう区別として理解をしておいてもらえたらなという風に思うわけでございます。そして話に戻していきますけれども、今の一応余談なんですけどね、こういう話をすると、通常原処分主義って何って結構出てきますので、先にこう話しておこうということで話しました。で、やっぱり動画時間がちょっと一瞬余談すると、動画時間がやっぱり長い方が、主婦さんだったりとかって、こうサラリーとかする時間とか洗濯とかの時間とかを考えていくと、やっぱり長い方がいいと思うので、とかその会社員さんとかもですね、その通勤の時間とかもやっぱりいちいちこう携帯取りしてこうちょっとめんどくさいと思うので、できるだけ長めな動画を撮ろうかなと思っているんですけど、それがいいか悪いかちょっとわからないので、なんか、その方がいいっていう風な方いたらコメントとかもらえたら嬉しいですし、そっかってなりますので、一応今回ちょっと長めのことで長尺で話していますけれども、なんですけど、話戻しましてということで、じゃあ話戻しましょう。はい、ここからもう一回頭をパッと切り替えてもらっていきますけれども、どういう事例かと言いますと、A さんがダメ元で生活保護の受給申請をしたんですよと。この時に申請拒否されまして、そらそらなったんですね。で、そらそらなったんですけれども、もしかしたらなんか可能性あるかなって思って、で、審査請求を知事にですね、やったんですけれども、案の定棄却されたんですね。でも、この時に押印忘れてるんですよ。
だからそういう面で、この歳月固有の歌詞ってことで、この部分だけちょっと歌詞違法性があったという時にですね。だから何かっていうと、この時にですね、生活保護のケースって、再審査請求も個別法でできるんですよ。生活保護の場合っていうのは、その生活保護法っていう法律があって、そこではですね、個別法っていう、まあ、生活保護ですね、生活保護法っていう法律で、再審査請求をすることができるってあるんですよ。なので、再審査請求ということで、再審査庁、つまりは厚生労働大臣、厚生労働大臣に対して、再審査請求をしましたっていう、こういう状況です。ね、処分に対して要件を満たしていないと。ね、まあ、要するにその行政側がやった処分が別に間違ってないんですよ。A からすると、まあ、不利益ですけど、まあ、でも別に間違いないんですよ。やったことが。間違ってないことをした。つまり違法でも不当でもないんですよ。っていうことをして、それに対して審査請求をして、この裁決も間違ってないんですよ。だって A さん要件満たしてないからと。まあ、その時に、でもたまたま、ここの裁決に手続き的なちょっとしたミスがあったみたいな。という時にそこを捉えて A さんがすごい元気になってきて、よっしゃみたいな、まあ行くぜみたいな感じで、そこに対して急に再審査請求とかガンガンされたとしても、正直行政からするとめんどくさいんですよ。もうそこなんですよ。だってこれ間違ってないからと。で、これ間違ってないんですよ。っていうのをこの条文のところの、違法または不当のいずれでもないです。違法または不当のいずれでもない。これ、間違ってない。で、これも間違ったんですよ、ここだけ。これも出すこと自体は合ってるんですけど、手続き面に若干した違法があったんですよね。この応援忘れてるっていう風な。っていう時に、ここだけわーわー言われても、いや、どうせもあなたこの元々の処分間違ってないんやからということで、もうそれに対してこっちがこう考えることってもうめんどくさいわということで、行政側が発動できるっていうのがこの条文ですね。64条3項。ということで、この前提を踏まえていった上で、もう一回この条文最後チェックしますけれども、再審請求にかかる現裁決ですね。現裁決。この裁決が違法または不当ですよと。例えば違法っていうふうに応援忘れてるみたいな。これ確かに違法なんですよ。確かに違法なんですけども、でももともとですね、もともとの当該審査にかかっている処分ですね。この処分っていうのが違法または不当でもないんですよ。 A からすると生活を受けれないので不利益ですけども、でもそれを出したことは間違ってないんですよ。だって要件満たしてないから弾かれてもそれはしゃあないですよねと。まあ、そういう風な場合っていうので、さらに再審査やとかなんかやってきたっていう時は、再審査庁はですね、もう採決でサクッと棄却して OK になってるんですよ。そういうことによって、そういう、まあ、もうちょっとさすがに A さんとそれはもう我慢しなさいみたいな、そういう時に行政側がですね、やっぱりこの行政の仕事が増えますから、なのでそういうところに関してもサクッと棄却って切れるっていう、そういうふうな条文がですね、64条3項ですので、そんな感じで、イメージを膨らませておいた上で、再度もう一回同じ問題ですけど、まあ、今回はこの問題ですね、令和2年度の問い15問ですけども、こちらの問題ですね、トライしてみてくださいというところでございました。以上、トワでした。